神戸市交通局500系電車広島電鉄570系電車2006年6月廃車584号、エワシャコ2005年1月撮影広島電鉄570系電車とは、1971年に神戸市電の500型を譲り受けた広島電鉄の路面電車である。570系の元となる神戸市電500型は最後まで残っていた。 車体更新車18両のうち、事故廃車された583号を除く17両が、広島電鉄に譲渡された。これらの車両は、市電全廃の翌日より、数両ずつ広島に移送され、ほとんど改造されず、若干の整備の上に優先した。なお、鉄板を埋めるために590から592が、改番され、車板が571から587に、 整理された。元大阪市電の750型と共に13メートル級王型車として徴用された。全面方向膜の大型化改造など受けた後、3両が冷房化改造されたが、もともと車齢が高かったことから、残りの14両は改造されることなく、順次廃車されていった。このうち578はサンフランシスコ市に寄贈され、 トロリーポールを装備の上市街中心部のマーケットストリートから港湾地区の観光地フィッシャーマンズワーフに至る F ラインで胴体保存されている。この車両は 578J と改版されており2014年時点の状態は修繕中とされている。冷房改造された車両は587が2003年、584が2006年に廃車され、 現在は582が残るのみとなった。本社は1924年製の元神戸市電、J 社であり、700型への改造が当初計画通り進行していれば、本来は台社等を残して心臓五十数年で姿を消す。運命にあったが、改造を繰り返しているとはいえその社例は100年に近づくものとなった。 書類上は、大幅改造のため1950年代心臓扱いとされているものの、車体の後退そのものは営業用で、日本最古とされる、半壊電気起動161系電車よりも古い。さらに、冷房改造まで実施されており、現役最古の鉄道における、冷房車両である。2021年現在では、朝夕ラッシュの1.35.7系統にて、 運用が限定されており、日中運用に入ることは稀である。また近年では、衆議院参議院選挙投票日が近づくと側面に装飾が施され、選挙を PR する花電車として日中運用につく。ありがとうございます。